どうも、愛知です。今週はカット編集のない回となりますので、少しゆったりと話をさせてもらいますが、よかったら最後までね、お付き合いください。でもしこの冒頭ね、動画再生してくれて、俺っていつもと明るさ違くないって思ったそこのあなた、もしいたら、えー、配置検定1級でございます。<laughs> いや本当すごいと思う、それは。あの、実はですね、あの、私こだわりで、普段晴れた日に基本的に撮影をしたいんですよ。あの、窓から入ってくる自然光太陽光の中で撮影が好きなんですね。でも、今日めっちゃ天気悪いんですよ。だからいつもだったら撮影日ちょっと変えるんですが、 どうしても今日のトピック、不安との付き合い方をね、今日撮影しておきたかったので、よくあの YouTuber さんが使うライトがね、このカメラの後ろにあるんだけど、それを使って撮影してるから、ちょっと明るさね、いつもとは見た感じ違うと思うんだけど、今日はこれでお許しください。で、なんでじゃあ今日、ね、こう無理やりね、この天気の中撮ってるかっていうと、えー、その不安との付き合い方じゃないですか、トピックが。えー、俺が先週一週間、ちょっとこう強めの不安に、 こう感じ続けた一週間だったんですよ。っていうのも、まあ7日間一週間あるんだけど、あるんだ当たり前だね、あるんだけど、えー、4日間がですね、講演会とか人前で話す仕事が4日間あったんですよ。初めてやりました。1週間に4講演というか、その4つの仕事ね。で、ありがたいことにさ、今こう講演会みたいな、こんな人前で話をさせてもらう仕事をたくさんいただけるようになって、 本当にそれがやりがいだし楽しいからいっぱいお受けしてるんだけども、やっぱ何回やっても緊張はするし、すごい不安を強く感じちゃうタイプなんですよ。そう。なのよ。で、それが4日続いたじゃんか。そう。なので、すごいこう、強いね、不安を、 もう結構寝ても夜2時3時に起きちゃうとかが割ともうずっと続いちゃってた一週間だったのね。もちろんみんなのがさ、受験生のみんなのがもっとさ、長い期間感じてるから俺の日じゃないんだけど。でも俺も受験がさ、20年前とかになっちゃってるから。だから久しぶりにこんなね、強い不安をちょっと長い期間感じたからさ、このリアルな気持ちのまんま伝えたいなって思って話してます今日。ただ、普段から動画を見てくださってる方は 同じこと言ってんだと思いますきっと。そうなんです私が思っていることは同じなので。だからあの新しいことは喋らないんだけども、えー、俺の不安の付き合い方は不安はなくならないよっていうのを受け入れるところが第一歩って思ってます。よくの質問とか相談にもね、あの受験生の方からどうやったら不安がなくなりますかって質問はたくさんもらいます。でも俺は持ってないんです。 持ってない。っていうか自分が不安をなくすことができないと思ってるからです。ちなみに俺の知り合いに不安を感じないと言い切る知り合いがいるんですよ。でも話を聞いてたら最初は不安なんだって。でも自分の中である一定のラインの努力を超えた時にああ、大丈夫だろうなって思う瞬間があんだよねみたいなことを言われて確かねなんかスポーツ選手かなんかの昔記事か辞書なんか読んだ時に同じようなこと書いてあったんよ。圧倒的な努力によって不安は拭えるみたいな。 なるほどいやもしかしたら俺がそれはできてないのは圧倒的な努力が足りないのかもしれないんだけどもでも講演会の前とか結構な時間かけてスライドを作って変えて作って変えて作って変えてってやりまくるのよ。でプラス結構な時間練習するんですよ喋る練習を。一応時間が決まっているからさこの時間できっちりちゃんと届けるために思いを届けるためには このぐらいのスライドをこのぐらいの時間で経過させるとか、このテンポで行くと聞きやすくなるとか、この、この場面ではこういうトークを入れるとお客さんが飽きにくくなるとか、まいろいろ考えて組み立てるんですよね。それはやっぱり練習しないと見えてこないんですよ、課題っていうのは。結構やってるんですけど、思ったんです。俺は多分 <laughs>、努力すればするほど不安が大きくなるタイプなんだなって思ったの。そうなんです。もしかしたらこれ見てくれてる方の中にも、努力すればするほど、 不安を大きく感じてくる方っているんじゃないかなって、あ、これ仲間意識なんだけどさ、いないかな思ってんだけど。で、それをね、なんでなんだろうって思った自分で。なんでそう思うんだろう。なんで俺はあの知り合いみたいになれないんだろうって思った時に、もともと心配性っていうのはあると思う。あと自分に自信がないっていうのもあると思う、きっと。それが根底にはあるんだけど、努力をするっていうのは当然本気だからだよね。中途半端な思いでは努力はしないからさ、本気だから努力してんのよ。みんな頑張ってるみんなは本気なんだよ。 本気だからちゃんと頑張ってんだよ。いいそのみんな、自分のみんなのその本気の姿かっこいいからちゃんとそれは覚えていてね。そう。で、本気だから努力をするんだけど、努力をすればするほど、自分の課題が次から次へ出てくるから、だからどんどん不安になるし、本気だから失敗したくなるんだよ。失敗したくないんだよね。そう。で、不安がどんどん大きくなっていく。 今さや、努力してるとさみんなもな例えば何かの科目のどの単元があって課題が見えてくんじゃんでそれをさ頑張って倒すわけじゃん俺もさ公演の癖とか出てくるからそれを倒すわけよ意識して練習してでもね倒したのに次出てくんだよねあいつらそうで次見えてくるからさまたこれを頑張ってやるで次見えてくんだよ一生終わりが来ないんだよね課題見えちゃうからだから前に進めてる気がしなくなったりしてでまたモチベーションこう不安定になるじゃんああ なんか前にあのレベルが上がってる気がしないっつって。で、あ無理なんじゃないかなって思ったりする日もあるじゃんか。でもね、まあそういうタイプなのよ、どっちかというと。ただ、これはみんなにも伝えたいことなんだけど、みんなが今課題、まあ、科目でもさ、単元でもいいんだけど、頑張ってるわけじゃん。で、これをさ、倒してる時点で,次で、次でしょ次でしょ次でしょ上登ってっからね。絶対登ってんだよレベル上がってんだって、絶対に。そう。で、その事実を、 ちゃんと確認できるかどうかがすごく大事なの。不安と付き合うときには。不安ってさ、あいつがいるからさ、俺らはさ、メンタル不安定なんだよ。あいつがいるから。そう。でも、あいつ悪い奴じゃなくて、別に。あいつがいるおかげで、俺ら頑張れてんだよ。不安があるから課題見えてくるし、不安があるから油断しないんだよ。っていうふうに思ってほしい。でもこれは、毎日毎日思えないよ。俺らのメンタルこうやって波があんだからさ。下に来ちゃったときには、ああ、もう無理。ってなるときがあったっていい。 思うよ思った日あるよ俺の講演会、俺が喋ったとこで、こうあ、無駄な時間だったなって思われるんじゃねえかなと思うよそりゃ思う思うでも、そうやってみんなだったら、どうせダメなんじゃねえかなと思う時があると思うそれもね。いいんだっていいでも、俺がいつも思ってるのは、どんなにこうね、波が下に来ても不安になったとしても、こう、不安と、やっぱり肩組んでやっていくしかないから、あいつらと。 肩組んで一緒に行こうっていうスタンス。いなくなれって思うんじゃなくて一緒に行こうぜっていうスタンス。お前がいるから俺頑張るって言うから OK、一緒にやっていこうなみたいなふうに思うし、どんなに不安でもできることは目の前にあるからさ。もう八方塞がりで何もできないって。もうレベルがマ,マックスカンストしてますみたいな。わけじゃないもん。やれることはある。みんなもそうでしょそう。だからそれをやる。でもそのやる量っていうのは、その、 今気持ち的にしんどい時にさ大きな負荷をかけてもしょうがないから今日はこ,のここまでやろうみたいなで自分で決めたことを達成していくってちょっとでもやったら上登ってんだからねレベルは上がっていくもんなのでそうやって考えてほしいうんすごいきれいごとに聞こえる方もいると思います、はい、いると思いますがうんでも俺は綺麗ごとに聞こえたとしてもそれが事実なのでそれで俺はこうやって上に上がってきた人なので。 そうだから、みんなにもこう、不安っていうものに対して、あいつね、不安くんね、あいつが、嫌なやつ、どっか行けよ、あんた嫌いだよっていう。それで言ってもいいんだけど、どんなに嫌ってもあいつはいなくならないんだよ。多分これを見て、ここまで見てくれてるみんなは。もう不安なんて別に感じないしって方、見てないからここまで動画きっと。そう。でも、きっとここまで見てくれてるってことは、不安との付き合い方に悩んでる方だと思うので、いなくなれのスタンスじゃなくて、 一緒に行こうぜって。お前がいるから頑張れますっていうね。そのスタンスはぜひ持っといてもらえるといいんじゃないかなと思って話をさせてもらいました。おかしいな。今週ね、めっちゃなんかね、みんなに応援したいっていう気持ちがあふれまくってて。あ <laughs> ふれまくってそれを伝えたかったんだけど、伝わったかな大丈夫かな <laughs> あの ?12 月に入って、すごくすごくメンタルが不安定になりやすいです。私なんかもうジェットコースターだったもん。特に大学受験の時はね。 そうでも、えー、やれることをやるしかないそしてやれることをやってる限りは量がね量に波があったとしても必ず前に進めてるっていううんレベルが上がってない子なんていないからねと思っていますし、えー、みんなのことを信じているので、はい、なのでこれからもこれからもというか今月もね一緒に頑張っていきましょう はい。ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ちょっとダラダラ喋りすぎちゃったね。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、今週一週間もお互い頑張っていきましょうそれじゃあまた、ね、戻たバイ画面暗くてごめんね。